やったまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。レベッカ、教えてやるぞ。お前の母スカーレットを撃ち殺したのは俺なんだよ。銃の方がいいよな、スカーレットも。銃で死んだ。助けて、エリサいたー。レベッカ、家族を二人も奪われてたまるか。すまなかった、レベッカ。未来のないおもちゃだった私には戦いを教えることしかできなかった。母親に似て心の優しい君なのに。だが今日で最後だ。もう戦わなくていい。ルベッカー、ルーシー、よかった。私ちゃんとお礼を言いたくて。うっせえ、そんなことで来たんじゃねえ。お前いいのかよ、兵隊のこと。もう会わねえ気だぞ。ルーシー、私お手紙もらったの。兵隊さんが一生懸命私を遠ざけようとしてるんだ。どうして？ひどいこと言ったから？私と暮らすの嫌なのかな？迷惑なのかな？知るか？お前が考えろ。俺はこれでいいのか聞きに来ただけだ。嫌だよ、いいわけないよ。じゃあ来るか。うん、行く。ありがとう。レベッカ、嘘つかないでよ。私どっかの王子様の子なんかじゃないよ。何百人人を殺してても、手が真っ黒に汚れてても、私の父親は一人だよ。私はキュロスの子だよ。嘘つかないでよ。ちゃんとそばにいてよ、兵隊さん。私が父親でいいのか。うん、一緒に暮らそうよ、お父さん。あったかい？ああ、とても暖かい。レベッカ、剣闘士よ。私も好き。うん、私優勝商品のメラメラの実の能力を手に入れて撃つんだ、ドフラミンゴ。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。
決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名と、兵隊さんはたった一人の家族だった母を失った日から私を育ててくれた。親も同然の人なの。ずっとそばにいてくれて、何度も何度も守ってくれた。私の一族はかつてドレスローザを治めていた王族だったの。でもそこにドフラミンゴが現れて王座を乗っ取られた。私も王族の血を引くからと捕らえられて、今は囚人剣闘士としてここで見せ物にされてる。なんだそれ、ひでえ話だ。兵隊さんは私たちみたいな人を解放するためにドフラミンゴを撃つ準備を進めていたの。何年もかけて。そして今日、兵隊さんがドフラミンゴに決戦を挑むって。彼は自分の命と引き換えにこの国を滅ぼす気なの。もう守られるだけじゃ嫌なんだ。今度は私が兵隊さんを守りたい。兵隊さんが死んじゃう。レベッカ、試合が始まる。決勝で会いましょう、ルーシー。